毛利元秋は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。毛利家秋の家臣。毛利元成の逸夫。通称は、昭友十郎。関東は、大阪部大輔。天文21年、秋国の戦国大名、毛利元成の逸夫として誕生した。母親は、即室の三好氏。工事2年から始まる毛利への傍聴契約で、大きな先行を挙げた。 巣を国々に任杉の森高安に実施がなかったため父元成の命によって元明は杉の森系養子に入った永6九年に合算戸田城の天子義久が毛利氏に降伏すると合算戸田城には福原貞利や口場通り両ら毛利の重心が財番していたが 福原貞俊や口場通り両をいつまでも在番させるわけにはいかなかったため、元成は、無前国京都軍の松山城の上昇を務めていた、天野隆重を、ガス山戸田城の上昇に寄与した。隆重はその責任の重大さから誇示し、上昇を、元明として自分は、その補佐役を務めることを願い出た。しかし、元明がまだ15歳であったことから、 元成はあくまで高重が上昇を務めるように説得したため、高茂は3つの条件を提示して容認されたことで上昇を引き受けた。A61 年6月10日、元秋は合算と打上への財番を申し付けられ、出雲国に3500巻を与えられた。元秋は同年6月12日に起承文を提出し、毛利氏への忠誠と一層の努力を誓うとともに、 照本が、元明に対して、連瓶を垂れるよう要請した。しかし、まもなくもとしえは、九州に出陣することとなったため、元明の合参と打上への入場は延期されることとなる。もとしえが九州へ出陣した隙をついて、永禄1 2年から翌年にかけて、出雲奪還と天子家最高を狙う山中高生、天子勝久らによる出雲信仰や、 大内照弘の乱が起こる。天子軍に攻められたガスさんと打城の天野隆氏では、兵数の少なさを勘案し、A612 年11月3日に、長戸国の調布に、在陣している小早川隆景へ救援を要請した上で、ガスさんと打城に牢上し、天子最高軍に抵抗した。同年10月25日にすでに、大内照弘を撃っていた、照本らは直ちに、 秋国へ帰還し、a 6十3年1月6日に、照元を総大将として、出雲へ出陣。元秋も照元に従って、合山と打城を救援し、毛利軍は逆襲に転じて、天子最高軍を打ち破った。これによって、元秋は、合山と打城の上昇を命じられた。なお、合山と打城将となったことで、次の森家との養子縁組を解消し、 毛利元明、または、罪名から富田元明と名乗ったとされる。天正6年2月に、ハリマの別所長春が、毛利家に服属したため、吉川元春と小早川高影が先方として、ハリマへ出陣する。元明は、元春の軍に属して従軍し、甲月城の戦いに参加した。天正13年5月5日に、ガス山戸田城において34歳で病死した。 墓所は、合算戸田城近くの総末寺石。元秋の死後間もなく元秋の子たちも死去したため、元秋の遺領は、道母帝の末継ぐ元康に受け継がれた。元秋の男子には、諸子である千光丸がいる。抜越六巻五十七、荷長原左衛門に収められた二長家の家父において、元秋月の家臣であった、二長秋秀の寺石の中で、その存在が記されており、 天正13年に、元明が死去すると、蜷川明秀は、元明の諸子に千光丸がいることを、毛利照元に根上して、赤川幸武と共に千光丸付きの家臣となったが、千光丸は3歳の時に放送で死去したと記されている。一方で元秋には、女子もおり、近世傍聴書家系図掲載の朝茂年家の、系図にも記録が残っているが、病人であったために嫁がず、 いとこにあたる毛利元信を養育したとされている。母親及び本名は不明であるが本名は、梅千尉に行きまどみをこうとし、万時2年12月4日に死去し、養育した元信らと同じ名が都国朝軍宝珠山に葬られた。なお、同系図には、元秋の妻にあたる三沢溜真の娘や、 諸子の千光つる丸に関する記述はない。ありがとうございます。